さあ、始まりました。本日はイーサリアムのチャート分析させていただこうかなと思います。現在の時刻ですけども、9月9日の11時22分 YouTube 録画しております。現在のイーサリアムですけども、38万円ぐらいですね。こちらで、今価格の移動が起きております。ちょっとですね、横を見ると下ひげも長いということなんですけども、皆様が気になっているのはイーサリアムがここからどうやって動くかですね、気になるんじゃないかなと思いますので、しっかりちゃんと分析ですね、していこうかなと思います。はい、ではまずですね、仮想通貨の状況なんですけども、ビットコインが今507万8000円ということで、ちょっとまたね、怪しいかなと思っています。ちょっとIOSC に関してはね、37% と上がってるんですけども、他がね、戻ってこないんですよ。戻りかけてるようにイーサリアム見えるんですけども、ちょっと弱いかなっていうふうには判断しています。いくつかね、その原因というかね、私が下にちょっと考えてる理由などもお伝えしていこうかなと思うんですけども、まず一つはですね、やはり最近のこの下落とかはですね、やはりテクニカルがかなりね、イメージされて、皆様のチャート分析もしてしっかりされてますし、結構柔軟にそのチャートの形の通り動くというかね、何パターンか多分ここから先も考えられるんですけども、その通りのやっぱりどれかに当てはまることが多いですね。上がるか下がるかは基本なんですけども、その中でこちらのイーサリアムがどうなっていくかというところなんですが、基本はですね、今陰線が出てですね、ちょっとちょっと嫌な感じになってるかなって皆さんも多分思ってると思う。ちょっと陽線がね、横にちょんちょんと出てるんですけども、これを否定するんであれば、逆にね、もうここの44万円を超えるでかいものが出てきて、何か材料が出て、もう本当に、あんまりこういう言葉は使いたくないんですけど、ぶっ放した状態っていうんですか、なんかそんな状況になるみたいな感じはあるかもしれないんですけども、基本通常営業ですと、ちょっとやっぱり下目線かなと思います。やっぱり MACD がですね、かなり下にもういってるというところが一番気になっていて、それがやっぱり上向くまではちょっと調整、それから下に行くのかなっていうふうには考えています。ビットコインもちょっと弱いということもありますので、それからね、一番ちょっと影響ももしかしたらあるかもしれないのが、例えばイーサリアムというのは、例えばですね、日足でちょっと見ていきますと、例えば8月の頭ぐらいですね、こちらだと、いくつぐらいなんですか、28万円ぐらいですか、この辺、8月で28万。ということは、まだ売っても10万円利益あるわけですね。1イーサでもですね、1イーサでも10万円ぐらい約利益、今乗ってるような状況だと思いますので、あんまりこれはちょっと言っちゃうとなんかね、あれかもしれないんですけど、事実正直に言うっていうのを心がけてますので、10万円ぐらい利益出ます。なので、売っても十分な利益あるんですよね。っていうのが結構一つです。それで、やっぱり皆様は自分のね、お金っていうのはすごい大事なの、私もわかるので、大体どういうふうになっていくかなっていうのがなんとなくパターンとしてわかる。のがやっぱり動きがいいところに行きますよね。当然だと思うんです、これは。ですので、今動きがいいところ、すなわち IOST にパレットではなくてね、今 IOST にこのイーサを売った円ですね、現金がこちらの方に向かっちゃったかもしれませんよ。もうすでにその行動されている方も多いと思いますので、向かっちゃったかもしれませんけども、そういう行動に出る方は、減るよりは増えてくると思います。特にこの1週間、2週間、エアドロップまでの期間ですね。この期間はやっぱりこういう投資行動に出るっていうのは、これはある意味セオリーだと思うんです。これ IOS に行くっていうのがセオリーじゃなくて、他のでもいいです。逆に他のも動いているのがあるかもしれませんので、そっちに行ってる可能性もあります。ただコインチェックの方の通貨リストで言うと、IOST なのかなっていうふうには思いますので、他のね、バイナンスとかで取引している人はもっと動くものがあるかもしれませんので、そちらの方におそらく資金が流れる可能性は十分あるかなと思います。ですので、そういう形で他の生きのいいものですね、コインチェックで言うと IOST に流れているというところなので、下含みというか下に行く動きが可能性として高いということですね。ですので整理しますと、イーサリアムはちょっと利益乗っている。それから MACD も下向き。それから今、生きのいいところに、これは当たり前です。前からそうですけどね。これは IOST に資金が流れやすいということかなと思います。
ではですね、サポートになりそうな価格はじゃあどのぐらいだというところなんですけども、おそらく36万円ぐらいと見ています。イーサリアムが下げ止まるとしたらこの辺かなというところ。それからちょっと上に行った時のレジスタンスになる可能性が高いのは40万付近かなと思います。まあ、これは当たり前ですけど、40万というのはやっぱり皆さん意識されてますし、まあ、あとちょっと上だと42万ぐらい。それから44万円は当然あると思いますけども、この辺がまあ一旦跳ね返される感じかなと。まあ、そこまで上がっていければね、短期でいいんですけども、どちらかというとやっぱり36万の方に向かう可能性があるのかなと思います。まあ、逆にそこで上がってこれればダブルトップみたいな形として評価されて、まあ、40万円の方に戻ってくる形で、また上昇トレンドに乗れるかもしれません。で、50万円のまあ、壁をね、登っていけるかもしれませんけども、まあ、現段階では非常に厳しいかなという判断の方が強いですね。まあ、どちらにも本当に動けるので、どちらにも動けるようなシナリオを描いておけばいいと思います。で、ショートやってる方はね、逆に36万ぐらいまで売るっていうのも面白いかなと思いますし、まあ、逆にもっと取れるかもしれません。また暴落すればもう少し下がりますのでね、まあ、32万円ぐらいまでとかね、下がってもおかしくはないのかなって見えますのでね。まあ、ですので、まあ、ショートにする方は面白いのかもしれない。まあ、私はあまりショートは実は、おすすめしないので、まあ、これは自己責任ですけどね。まあ、ちょっとやっぱり上昇トレンドはまだ崩れてないかもしれないというのも踏まえておかなきゃいけないので、そうするとショートをやるとちょっとこう忙しくなっちゃいますし、まあ、自分が保有してればですね、他のも、まあ、リスクエッジとしては面白いかもしれないですね。だからそういうちゃんと大義名分があれば、リスクエッジとしてイーサリアムショットするっていうのは、これは投資のセオリーだと思います。これは悪くないんですけども、まあ、ショートオンリーで全突破みたいなのはちょっときついかなって思うんです。まあ、それで大きく利益取れるかもしれないので、難しいんですけど、まあ、両方やっぱり動けるようにしとかないと、身体極まるみたいなことになりかねないので、その辺はやっぱり慎重に長くね、相場、そんな焦ることないです。ここで1日だけしかないわけじゃありませんので、やっぱりそういう対応はできるだけちょっと控えてですね。まあ、チャンスはチャンスですよ。でもただね、今本当に大きく動いてますから、チャンスはチャンスなんだけども、まあそういう時にやっぱりね、本当に極まってはいけないと思いますから、まあそういう形で、どちらにも動けるようにしとかなきゃいけないっていうのが、まあ、セオリーかなと私は考えてますので、まあ、そういう形で両方動ける形で進めていきたいっていう感じですね。ですので、まああと、買いの場合はですね、やはりイーサリアムが、一番いいんだぐらいの気持ちがないと、やっぱりちょっと損してしまう確率も十分出てくるぐらいの感じになってきていると思うので、その辺ももう一回ですね、冷静に判断するべきかなっていうふうにも思います。まあ、チャート分析しかり、あとはイーサリアムっていう本来のその価値観ですよね、そこのイーサリアムの。自分がイーサリアムとし、もう本当にこれしかないぐらいの気持ちがあれば、逆に買ってもまあなんか下がってもまあまた増やすかみたいな感じで割り切れると思うんですけども、まあとりあえず買ってみるかみたいな感じだと、ちょっと例えば30万円ぐらいまで下げた時にもう耐えられんって仕事が手につかないみたいな感じで売ってしまって損してしまうっていうのは、本当にこれはまあ私も何度も経験しているので、まあわかりますけどね、本当にまあただそうなりやすいので気をつけてください。まあいいのが見つかれば逆にそこに特化するっていうのはありかと思いますけども、まあ、それが自分にとってイーサリアムなのかっていうところですね。そこももう一回冷静に判断するタイミング、いいタイミングです。今本当にこういう状況ですので、進化が問われてるんですよね。ですので、まあ、チャート分析もそうなんですけども、やっぱり一回ちょっとそこは冷静に、どういう行動をするべきかっていうのは考えた方がいいかもしれないですね。まあ、チャートを見ながらですね、自分が本当に必要としているもの、仮想通貨がですね、今しっかりポートフォリオに入ってるか、そこも見るべきなのかなっていうふうにも思ったりしています。ちょっとイーサリアムのね、相場分析プラス今の暴落に備えるというか、暴落後のね、行動っていうのは本当に今後の投資のパフォーマンス、本当に分かれるんですよね。暴落した時とか、まあ、暴騰した時ですね。ここがやっぱり一番の勝負どころですので、まあ、本当に慌てず騒がずというかね、まあ、本当に冷静に後悔のないように、という形で、しっかり
私自身もやっていきたいなと思っています。ですので、まあ、チャート分析またですね、イーサリアムも含めてですね、今本当にエネルギーはすごいんですよね。いいにも、良きエネルギー、悪きエネルギーもあるかもしれませんけども、とにかくエネルギーはすごい、ものすごいです。以前の、もう本当に取引が行われてない状況とは全く違うので、まあ、皆様のね、本当に、仮想通貨に対する注いでいるエネルギーというのもかなりすごいものだと思いますので、本当にしっかりですね、今対応していきたいなと、私自身も本当に身を引き締めて頑張っていきたいなと思っております。ということで、今回イーサリアムのチャート分析です。先ほど言った価格パターンで動くと私は思っていますので、ちょっと参考までご協力いただければと思います。ということで、まあ、投資は本当に自己責任なので、ね、後悔のないように皆さん頑張ってください。ということで、今回イーサリアムのチャート分析以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。